今日の畑の作業ね終わったんだけども、この一輪管理切れ土を制したんだけども、これを持って帰ります。で、山道通るんでこのまま何もしないでおくとグラグラってぶっ倒れて、機械も壊れるし軽トラも、ね、傷ついたり壊れたりするんで、とりあえずロープで固定します。で、今日このロープの結び方をちょっとご紹介したいなと思います。俺一つしか知らないんだけども、その一つだけで十分使い勝手いいんで、これをね今回お見せしますんで、万力っていう名前で俺教わりました。すごい便利です。で、結び方としてはまず、反対側を止めておく、んだけども、それをテンション張ってピンとしてることを確認して、ここで S 字を作ります。 S 字で自分の方向、今俺はこっちいるけども、と逆の方向、こっちを握ります、ね、S 字の向こう、自分から見て向こう側向いてるところを握って、これを上に重ねます。で、重ねてこの下通ってるやつね、これね、このロープを2回巻きます。で、この時縦向きにしますね。この輪っかが2つできるんで、上と下と2つ作ります。まあ、蝶々結びとみたいな、ちょっと違うんだけどもさ、を作ります。で、この下の方、手前側の方の輪っかにこのロープを、こっち側ね、この自分側のロープを通していきます。で、輪っか作ります。で、この輪っかの方をこっちの方、止める方がある、こっちの方のね、自分の方に止めるところあるんで、突起あるんで、毛取らってね、そこに引っ掛けます。引っ掛けたら今度こっち出てる方を引っ張って、ギュッとギュッギュッギュッと、こうするとテンション張るんで、ちょっとこっちに来るとちょっと移動しますね。で、ちょっと分かりづらいけども、こっち突起があって止まってるんで、先の続きね、これをまた突起の方に、下の方にくぐらせます。こう揃えてね、くぐらせます。で、反対側、ね、下を通して、で、今度この下の方でもう一回こうやって、っていう風にやるともう外れません。これ外れなくなります。こっちの方もビンビンに貼って外れません。これ万力っていう言い方で俺教わりました。で、これね、これの便利なところは結びやすいだけじゃなくて外しやすいのね。普通の他の人がやってるやり方だと、下の方でまたさっきの 逆再生でガンガンガンって外していかなきゃダメなんだけども、この万力はこの出てる、これあるでしょ、これを下の方にガンと引っ張ってやると、くるくるヒュッて、これで全部外せちゃうんで、これがすごい楽なのね。これができるともう、なんて言うの、外すときすぐ外せちゃうから仕事が早く進む。縛るのも楽だし、慣れちゃえばね、慣れるまでは大変だけども。で、今の流れを一通り、ちょっと引いた絵でお見せしたいと思います。で、今一通り結びます。いちいち説明しないです。今パパッとやっちゃいますね。よいしょ。で、やります。オッケー、これで終わり。これでもう一箇所止まりました。で、この調子で、この一輪管理機は3箇所止めていきます。止めた時なんでそういう止め方するかっていうのも今これから解説していきますんで、とりあえず今止めます。全体としてこういう風に止めました。まず前の方ね、前の方、ここを支点に V 字にしています。 V で、これで前に行くのを押さえてるのね。
前にブレーキかけた時前に行っちゃうのを後ろから引っ張って前に行くのを止める。で後ろの方もこれまた逆に V 字になってるのね。だからこれ後ろに行くのをギュッと手前に引っ張って押さえると。でここでまた何だろう、何て言うんだろう余計ではないけども補強に1個止めてある。でこれで3箇所止めて、山道隣に走っても倒れることはないし前に移動することはないです。これででさ、ここねどうしてもちょっと弱いんで、あそこについててこう長いんで、ここちょっと若干、なんだ加減してやってます。まあ、こういう感じでね止めていきます。こういうこうちょっとね、こっちに寄せてるんで近いからやりづらかったけどね。まあ、なんで寄せてるかっていうと、俺今日一人だから運転席に乗ってるんで、重量バランス右と左とでバランスを取るために、こっち側に止めました。もし2人乗ってる場合はど真ん中に置いたりねしますけど、まあ、ど真ん中に置くと物を置くのにちょっと邪魔だったりするんで、まあ、でも真ん中に置いた方がやっぱ走ってる時安定するんで、うん、いいかなと。今日は1人だからバランス取ってこっちっていう感じです。でもう一回ほら外し方のやつやると、もうこれねこのピョロッと出てるやつガンと押せばこうね片手でもね、よいしょ、撮影しながらでもほらこれで取れてしまうという形になります。あとでまた結ばなきゃダメなんだけど、取ったから、まあ、こういう感じで簡単に外せるんで俺これ大好きです。で意外とさ運送業のバイト行ったりしてこれで結ぶと、え、それできるのかよ、俺できねえとか言われるんだよね。多分難しい結び方なのかねこれねって俺は思うんだけど、まあ俺これしかできないからね、その人たちがやってるやり方俺全然知らないからだけども、俺はこれ万力っていう呼び方を静岡でしててね、うん、で万力と覚えてるけど正しい名称は分かりません。でまあこれおすすめなんで、外しやすいで止めてもかなり強力に止めれるんでおすすめですんで、ちょっと分かりにくいかもしれないけどね、実際に会って教えれれば一番いいんだけども、まあ、こういうロープワークできると結構便利ですよ。引っ越しの時にローー引っ越しとかするときにね、トラック借りてきて、レンタカーから借りてきて、止めるときとか、結構ね、使えるんで、一つ覚えておくといいかもしれません。